はい、ピースケです。サクスペやっていきます。というわけで、オートルカ初使用会いきたいと思います。で、この子基礎ボナが強くて、精神ボナと技術ボナ両方持っている。で、まあ45だと試合経験点あるんですけど、まあ試合経験点の必要なのはまあエビルなので、エビルで使うキャラとかではないので、まあ大丈夫かな。35でも全然強いです。はい、例外性ラッキーボーイ。コツはまあまあかな。で、こんな感じです。で、本当は PSR がいると、サッカー練習の OK がだいぶ大きいと思うので、まあ、手持ちで PSR 多い方はできるだけ入れてあげるといいと思います。で、千丸来てます。はい、で、不眠症って初期だとどうなんだろう、勝手に直してくれるのかな。一周だけ待っていいですか。ミッションなった瞬間直す感じか。初手は直してくれないの。で、筋力キャラを入れれなかったので、ちょっとオートルカ入れた関係で、フォワードでいきます。筋力精神がフォワードだったよね、確か。はい、いきます。あ、やっぱ治んないね。どうしよっかな。まあ、角田まで待ってもいいけど。ね、千丸来ちゃったんだよね、いきなり。やだね。待ってない時に来るからね。ちょっと試しで使いたかっただけなんですけど。いきなり更新しないと。暗い感じ。角田追っていきましょう。角田が直してくれるはず。せーの。いや、違う、君違う。で、大悟くん。パワコーで大悟はやっぱね、チートなので、ぜひ。もう持ってない方はまあフレンド確定でいいかもしれないぐらいですね。はい、とりあえず角田いきましょう。まあ、来ねえ。ちょっと今日の角田はダメかもしれない。で、シラスみたいな感じで。うわー、お失敗。サッカー練習かける大悟の練習後みたいな感じで使えるので、どうしようかな。不眠症は休めばいいのか。チュンチュン、あれ、無駄に小鷹が走っていく。深くて痛かったよね、思うんで大丈夫でしょう。はい、経験点高いものを選んでいきたいんですけど、真ん中の方が良かったかな。まあいっか。筋力敏捷も割と足りなくなりがちだと思うので。ああ、どうす、いいね。イベント経験点高いので、いつもより、能見くんとか大谷とかイベントで経験点もりもりくれるやつは結構いいかと思います。はい、こんな感じでサッカー能力があって、これが300、いくつだっけな、多分ね50ぐらい、もっと少ないかもしれないけど、までいけば金得もらえるって感じです。なのでサッカー練習大事です。まだ、とりあえず告白は間に合う。あ、これイベント忘れたな。これね、クロマジスでいいんですよね。このオカルトちゃんなので、この子の特徴というか、名前の由来というかね、知ってるか。
オカルトさんのオカルトさん、黒魔術で大丈夫ですね。はい、あざす。で、大五郎でいいかな。うん、こういうの大事。からのサッカーは来ないか。で、あ、打撃、あ、おお、ナイスナイスナイス。多分ね、やばいと思うんだよね、この人の。やばいと思うっつうか。あ、な、なに、気づかなかったけど、補給骨来てる。これはやばい。補給骨はやばい。これはチートだよ、君。だけね、友情タックとかね、どうでもいいまである。おお、筋力は下がっていく。あざす。ミネどこか行くかな。どこ行くかな。あ、ラキボ、気を潰して、デートでもいいんだけどな。あ、まあ、ここだったら火山院とか来てくれそうだから。守備職なんも来ない。ちょっと上げたから大丈夫だよね。パワー G、 パワー G の力を。パワー G の G は GG の G、 GG の G だ。ラオ G の G だ。おりゃ、ラオ G の G だ。10本今打てたけどさ、もうもらったことあるけどさこれで R チケット、 R ガチャチケットってほんと渋い時代だったよね。はい、タック来てるけど、タック来てるけど、大悟とサッカー練習の方が絶対強い。あざす、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 あざす。クソイベが強くなるからね、いいよね。ここはさすがにデートかな。不眠症がまだ生きてますが、あざす。いや、体力、体力減らされるのはね、やだ。火山院来るよね。来ないっけ。気のせいか。大悟も来ないか。大悟は来てほしいよ。強そうだな。さあ、さあ、恋サッカー。おい、来ねえんだけど。違う違う違う。いやいや、サッカーだよ。いや、怖い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 。渋いっすね。なんか。おっと。魔物どっちだっけ。これは福井部ですね。広角が上、下がかく乱。まあだから精神もらえるので下行きます。精神くれ。
うん、あー強い。あざす。いやーサッカー来ねえな。これは何？成功？失敗だね。はーい。問題はね、やっぱ筋力が足りるかどうかですね、一番は。アントって誰？今日はどっかで欲しい。はい、とりあえずこんな感じで。マジでわかんないんだよね。あー、ここさすがにサッカー来てほしい、ね。Hey、let's play サッカー。なんで？次回復あるので。サッカー練習こなすぎてやばい。サッカーしようよ。おいカツオ、サッカーしようぜ。いや違う、君じゃない。君も来てくれるのは嬉しいんだけど。え、マジでクソサッカー来ない。やばい。1回ぐらいしか来てない。おーっと、回復が欲しかった。なんでこれが強い、うん、あ、まあそっか、エビルじゃなかった、ここ。あー、いい練習なんだけど 50% は無理だな。ちょっと回復持ってきてないの。しょうもない練習ばっか来るな。てか守備強、さっきから。大五郎がね、守備練にめっちゃ来る。これサッカーは？あ、やってきた。はい、チュンチュン、おっしゃー、治った。あんまり影響なかったわ、助かったわ。精神もらえるので下にしました。うーん、オートや。マジでオートや来ないな。サッカーレンやばくない？これコツも狙いたいところではあるんですけど、意外と筋力は、まあ、そこそこって感じかな。はい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 。あー、でも守備来るね。あざすあざす、嬉しい嬉しい。引き出したね。引き続きお願いします。あざす。中山くん完走2連続。オッケーいいっすよ。こっちもいいっすよ。教えない。まあ、金徳弱いんですけどね。
うわ、そっか、こいつこれだ、スバルかと思っちゃったし、ずっと波動をやってたのでね、アプリの方で忘れちゃってたよ。 OK、合宿中も一応サッカーできるので、オッケーオッケー、いいっすよ、バスまでサッカーやっていきましょう。精神もらいます。サッカーを呼んでいきたい、誰にかな。あー来ない、コフでいいね、強サーカー、オーケー、ナイスサーカー。ダイゴ、あ、ダイゴは来ない、今度ダイゴが来なくなった。あー、これこれサーカー、イエーイエーイエー、サーカーサッカーサッカー、あ、逆境嬉しい、ノーサッカーか、ノーサッカーはきついよ。天才覚醒を待つのみ、うん、精神足りてるかな、すげえ楽、もしかして、もしかしてすげえ楽、総力も上げれそうだしね、とりあえずデートしよう。あ、そっか、第5あと3回あんだ、忘れてた。サッカー狙うもいいけど、おいお前やる気あんのか、渚ありがとう。でどうしようかな、こんぐらいだったら最後いくか、ちょっとそろそろ消化していきましょう。うわ強、あれなんだこれ、勝負だ、カカロット、どっちかつうとベジータ、よし行きましょう。てか弾道上げてねえや、こんな打つやつあるのに。アンダー製造機になっちゃう、よく見たら俺パワーヒもらえるキャラ入れてないんだな。やっぱ筋力いるな、どうしようかな、パワーヒくれる時もあるんだよね、だいたい筋力キャラとか。うわ強、何これ、パワーコーでこれやられると結構やばい、えぐい。これもちろん名場面です。オッケー。いや、守備がクソハマるな。これは行った方がいいかも。オッケー。え、練習試合あったよ。気のせい？デートしまーす。評価が OK ですね。OK。弾道上げたから打てるよ。
筋力足んないからな。あれパワー比どうしよう。バズシステム。ちょっと私レギュラーじゃないの。どういうことよ。はい、エース。意外とコツが来てないんだね。サッカーとかでの。行きましょう。打撃キャラとかいた方がいいのかな。何かしらで筋力を稼ぎたい。バカー。危ない危ない。評価がね、上がらないのはきつい、きつい。 OK。 こっちかな。サッカー来い。大悟とあざす。 OK、 ライン72。やっぱオートルカ強い、ね、あ、いいっすね。サッカーからの、サッカーからの、いやー、大悟だけか。どっちかしか来ないようになってんのかな。気のせい。ここ行きたいな。行きたいけど行けないな。まだ回復しないか。デート。で、もうすごいね。サッカー来い、サッカー。なんで？サッカー来い。んで。やばいな、ちょっとそろそろ。終わりに向かっている。オッケー。もう上げちゃっていいかな。今更天才覚醒とかしてこないでしょ。はい。で、こっからですね。この先何をどのくらい上げれるかが。もう技術はいらないんだよな。持って帰って精神をもらうと。頼むぞ。OK、成功。結構でかいな、これは。守備に集まるな。筋力欲しいんですよね。オッケー、オッケー。コブ。なんもないな。第五。で、あと1回だね。金徳も精神系なのでちょっと気をつけないと。
うん、いっていいかな。最後エビルだと150ぐらい入ってくるかな1回で。筋力あざす2番か。面白いとこに。パワー比どうする。火事場取るでしょ。さよならって持ってるやついた。挑発は絶対。安倍肘かかな。待って、違う。あ、パンとお前か。さよなら持ってる人はいないね。振り袖とかか。なので取ってよし。で、敏捷だいぶ顔が入ってる。はい、お待たせいたしました。2番サッカーの能力がね、足りる気がしない。で、甲子園まで上げれた気が、サッカー来てた気がするので。あと炎上だけは頼む。タワコは炎上するから。うん、いい練習。両方来いよ。サッカー、サッカー、エビバディ、サッカー、ほい、オッケー、ナイスナイス。どんくらいになった？いや、これ弱えな。100、120、180、200、260、あと100ぐらい足んない。やばいな。どうする？どうする、間に合うのこれ。どうしよう。ドン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 。球伸びとか取ってもいいよ。バッターは堀越。第9投げた、外角、爆速ストレート、外れてボール。第2球投げた、打った、よっしゃー、入れば同点、入った入った。カープリードで迎える3回です。先ほどホームランを放った3番に昇格してる。投げた、外れた、ボール。第2球投げました、打った、左中間へ上がった、センター前ヒー。カープ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で堀打ちました。これは危ねえ。いや、まだ点取られる。追加点のチャンス、打たないとダメだ。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で堀越、今日4打点を挙げています。打ちました、痛烈、打った。
メンタルとか来てほしいんだけど。うん、そっちか。どうしよう。素直に休む。終わってるもん。どう取るかしかいけないな。来い。来ない。やばいな、アウトデラックスコースかな。これか、諦めてここは取る。あれ俺逆境取った。逆境とか火事場取ってんだ。まあまあまあ、じゃああとバランスですね。バランスというか金徳きつそうだな。サッカーの金徳は欲しい。とか何もらえるんだっけ、忘れたな。投げました。ボール第2球投げました。これはいい当たりだ。いったー。気を見てみよう。入った入った。ホームラン。満員の甲子園。何もらえんだっけ。勝負師だ。まあ勝負師ならいるか、いらないか。勝負師、うん、そんな査定はないよね。パーフリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームラン。来た。いった。もらえるに越したことはないんだけど。チャンスないからな。骸骨ないときついよな、勝負師って。はい、太田さん、太田さんが筋力ちょうだい。あれサッカー来ないんだっけ、甲子園。来てたような気がするんだ。印象は OK。 ヒントカードヒートアップだけだよね。ヒートアップだけなので、いいじゃないですか。肩上げるべきか否か。まずパワー上げたいよな。筋力がね全然足んないので。うわ、パーフル、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で堀越、最適ではないかも。投球これから2球目打ちました。ツーベース入れば同点だ。ランナー出るね。ノーアウトランナー一塁三塁という場面。これはいい当たりだ。ハザインとミネがめっちゃ打つのかな、もしかして。こいつら出塁率結構高い気がする。足速いし、片や足速いのと片やミートがでかいの。いやいや、なんで同点になったの。バカ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 。うわー、怖い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 。ホームラン打たないと。出塁じゃなくてホームラン打たないと負けるパターンです。投げました。アウトコース低め。打てなくはないけど。打てなくはないけど嫌だ。投げました。いけ。さよなら男。マジ危ねえ。最後虹谷でしょ。ちょっと怖い。怖いパワーコーマジで。怖いよ。あれ、オートさんがいない。大悟も練習後来ねえのか。あとエピローグで頑張るしかないっすね。45まで上げとこうか。ここからはもう知らん。もう知らん。もうサッカーがね上げらんなかったので、もう知らん。
でもエピローグ3人分はでかいね。お待たせいたしました。その分でワンアウトランナー一塁という場面どんだけ取れるか。見送ってボール、投げた、ボール、第3球打った、強い当たり、パーフル。パーフル。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは堀越。来た、いった、入った。パーフル。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは堀越、今日3打点を挙げています。第2球、投げた、打った、これは強烈、いった、あらー、あぶねえ、まず全部打ってんだからさ。ツーアウトランナー二塁という場面で堀越、いいとこ投げる、今日4打点を挙げています。投げた、ストレート、いいとこ投げるな。打てばよかったかな。第3球は打ちました、ツーレス、いった、入った、入った、ホームラン、パーフェクト。ちょっと今日は査定チェッカー使わせていただきます。シミュレーションか。リセット、はい、準備します。12、80、90。さあ何点出たでしょう。まあ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 、サッカーがね、サッカーがダメだったので、まあ、やっぱいってないね、能力も。ちょっと待ってください。盗塁、阿部比、アーティスト、流し、メッタ、粘り以外、バント、職人、さよなら、さよなら、カジバ、ハイボ、エース、ムード、守備職、ラッキーボー、希望、外出、ささやきは取りたいね。打球伸び、あ、上り上司ヒートアップ、上り上司ヒートアップ、ワンツーワンツー、上り上司ヒートアップ、ワンツーワンツー、コブも取っちゃおうか。ふん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 、博覧、挑発、一層がコツ1、挑発、あ、まあでもこれあれなんだよね、積極守備ムード、存在、まだ存在してない特能まで入っちゃう可能性があるので、ここは気をつけよう、気をつけようつうかどうしようもないんですけど、はい、で筋力470、臨床617、技術550、守備移動とかね多分入っちゃうと思うんだよな。486、いってらっしゃい。はい、じゃあ取っていこう、取っていきます。とりあえず弾道4、キャッチャーいる、キャッチャーいる、キャッチャーチャンス、
盗塁、怪我、キャッチャー、広角、内野、発球はなし、ヘッスラー、満塁、フレラン、本塁生還で一層察知、やっぱ4番守備移動入っちゃった。一層察知、4番守備移動来てるので、どうしよう、速攻発球、こうしかないな。はい、こんな感じです。まだ全然伸びるね、この感じは。はい、ということで、オートルカ初使用会でございました。はい、 SS4 マジかって感じですね。うん、やっぱね、3上限は余裕です。はい、3上限は余裕で、まあ、やっぱサッカー練習がもうちょっとハマってくれれば、まあ、パワーエースまでいっただろうしっていう感じですね。金徳も勝負師まで取れたので、うん、惜しいね。まあでも安定してこれぐらいはバシバシ作れるので量産できる。最大どんくらいいけるの？ 5 ぐらいいけるのかな、頑張れば。うん、あんまハマんなかったので今回は、守備のタッカーいっぱい来たのでそれは良かったかなっていうところなんですけど、うん、やっぱりまあ金徳取れてないとか、まあいろいろあるので、うん、まあこんなもんかなっていう感じでございました。1万1000点ぐらいだしね。うん、まあ、もうプラス1000点ぐらい取れれば多分 SS5 ぐらいは見えてくると思うので、うん、サッカー来てね、はいっていう感じでございます。オートルカちゃんは全然ありです。はい、以上ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では皆さん、ピースな一日を。バイバイ。